オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。この番組はフランス語学習をメインテーマに、ネイティブに通じる実践的なフランス語表現や日本人学習者が間違いやすい文法のポイントなどをアンサンブル講師が週替わりでお伝えします。本日の担当は響先生です。では早速お聞きください。皆さんこんにちは、アンサンブル講師の響です。師走になり、あっという間に年の瀬、別れ際には良いお年をというような時期になりました。もう少しでクリスマスでもありますが、皆さんは何かクリスマスらしいことをする習慣はあるでしょうか。かくいう僕は大したことはしませんが、先日友人にシュトーレンをお裾分けしてもらいました。好きな割に自分ではなかなか買わないので、いただけるのはありがたいですね。そこで気になったのがシュトーレンの表記、名称です。日本ではシュトーレンと真ん中を伸ばすことが多いですが、元となるドイツ語の発音はシュトレン。オの母音は特に伸ばさないそうです。とは言っても日本人の耳には伸びて聞こえたりしますよね。似たようなことは毎年11月に話題になるボジョレーヌーボーに関しても言えます。フランス語ではボジョレーヌーボー、ボジョレーヌーボーと発音しますが、このうちどの母音が伸びて聞こえるかの判断は微妙なところで、ボジョレーヌーヴォーと書こうが、ボージョレーヌーヴォーと書こうが、どちらが正解でどちらが間違いとは言えないことになります。しかし、思い切ってすべての母音を伸ばさずに、ボジョレーヌーヴォーと書こうとすると、日本語ではどうしても座りが悪くなってしまうのが面白いところですね。フランス語ならまだしも、ドイツ語となると僕も門外漢なので、なんとなく言いやすいシュトーレンの方を使ってしまう気がします。さて、本日のラカフェットは2部構成でお届けします。第1部は僕、響がお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐに使える、短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部は、アンサンブルのビデオ教材、フランス語ビデオ講座から文法解説ビデオをご紹介いたします。それではフランス語レッスンを始めましょう。今日はシニフィアン、シニフィエについてお話ししたいと思います。有名なパン屋さんの名前にもなっているので、耳にしたことがある人もいるかもしれません。フランス語の発音はシニフィアン、シニフィエ。いずれも高名な言語学者フェルディナンド・ソシュールがその理論の中で用いた用語でもあります。それぞれの語の学術的な意味をここでご説明するのは手に余りますが、フランス語の文法の知識を使えばどんな意味なのか少し想像することができますね。signifiant、signifier。この二つの語はよく似ていますが、これはどちらも signifier という er 動詞が元となっているためです。文法的なカテゴリーで言えば、signifiant は動詞 signifier の現在分詞、 signifier は発音が同じで紛らわしいですが動詞 signifier の過去分詞ということになります。この形の対比、何かで見たことがありませんか？例えば動詞 fatigué を元にした fatigant と fatigué などがそうです。fatigué という動詞はよく勘違いされますが、疲れるではなく疲れさせるという意味。そしてその現在分詞形の fatigant は疲れさせるから転じて退屈なという意味の形容詞 fatigant に派生しています。形容詞として辞書に載る形になると、現在分詞形では残っていた u の綴りがなくなるのも注目したいポイントですね。そして誰もが使ったことのある形容詞 fatigué も実は同じ動詞の派生形で、疲れさせるという意味の fatigué が元になり、過去分詞になって意味が反転することで疲れさせられた、転じて疲れたという意味になります。
このようにごくシンプルに言ってしまえば、現在分詞には能動の、過去分詞には受動の意味があります。なので、先ほどの signifiant、signifier ですが、動詞 signifier は意味するという意味なので、その現在分詞形である signifiant は意味するものという意味。反対に、過去分詞形の signifier は意味されるものという意味になるのですね。とはいえ、これだけでは結局何のことなのだかわかりません。もしこのソシュールの用語の意味が気になったら、ぜひご自身で調べてみてくださいね。いかがでしたか？今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言は、アンサンブルで配信しているメールマガジン無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方はぜひ、アンサンブルアンフランセのホームページから無料メールレッスンにご登録くださいね。それではまた、アビアント。響先生、ありがとうございました。アラカフェットは、日本最大のオンラインフランス語学校、アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方に、フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座、およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。続きまして番組の第2部は、アンサンブルスタッフのよしこがお届けします。今回はアンサンブルのビデオ教材、フランス語ビデオ講座から文法解説ビデオをご紹介いたします。このビデオ講座は、アンサンブルの2000名を超える生徒様からご要望を受け、作成したものです。一人でシャドーイングができる、隙間時間に勉強でき、スカイプレッスンと同等以上の学習効果がある、独学用教材の欠点、一方通行型の学習を克服している、これらの利点を兼ね備えた、最高の自習用教材の実現に向け、完全オリジナルのビデオ教材を完成させました。フランス語の文法って難しそう、と文法学習を躊躇している方におすすめなのが、フランス文法解説ビデオです。日本人学習者の弱点と、フランス語教授法に精通した三輪先生が、フランス語の文法理解と発音のコツ、さらに便利な会話表現や熟語などを丁寧に解説します。三輪先生とマンツーマンレッスンさながらの臨場感で学習することができます。一時停止や繰り返し再生など、レッスンの進行を自由にコントロールできますので、自分の学習ペースに合わせて無駄なく効率よく受講することができます。三輪先生が丁寧に日本語や英語との比較も行いながら、日本人学習者に合った方法でしっかりサポートをしてくれます。フランス語ビデオ講座、文法解説ビデオでフランス語の文法を習得してくださいね。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛てに、お名前アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。
たくさんのご応募をお待ちしております。それでは次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。